ここにいたらなんかすっごい上になっちゃうんだけど、挟んで、いけた。熱い、めっちゃ熱い。なんで？ちょっと待って、ね、テロップ書こう。今日はちょっと今日はメイクしながらちょっとなんか話そうかなって思ってます。今日さ、昨日泣いてないんだけど、別に特になんだけど、こっちの目がすっごい腫れて、今こっちだけほら見て見えるでしょ。テープでやってます。テープじゃない、アイプチっていうの。この前に鏡を置いたらどうなるんでしょうか。見えるかな。あ、超邪魔じゃん。これを角度変えれば OK。 もう目がさ、ずっと赤くてほんとやだ。もうさっき貼ったばっかだから片付いてない気がするんですよ。まあ、いいか。久しぶりってくらい。なんでだろう、そんな大して寝てない。ちょっと待って、伊原ハンナいるんですけど、8位に。壇上に伊原ハンナいる、面白。じゅんちゃんさん、ラブありがとうございます。小倉の前田まーさん、かわいい、ありがとうございます。これスタジからやってきます。今日はね、ちょっとね、お出かけする用事があるので、今日千秋楽に入るために劇場中。おめでとうございます。当たったんですね、おめでとうございます。すごい倍率がやばいですよね、千秋楽だから。ひえ、すごい。そう、マキアージュのやつです。スポンジどこ行った？あった、あった。もうなんか適当に入れすぎちゃっててもうなんかどこに何があるか分かってない、自分でも。ほんと目赤くない？ほら、何も塗ってないのにこんな目明るいからびっくりしちゃうみたいな。あとね、ほっぺのところに赤みがあるからしてきます。これ加工つけてるから、肌加工。多分あんま分かんないと思うんですけど、めっちゃ赤いんですよ。うわ、なんか赤くない？めっちゃピエンピエン。今3時か自分でも時計分かんなくなってきた。時間感覚がね、ちょっと、おいしょ、ピンとかつけないからね。そう、片ついちゃったら直すのがちょっとめんどくさいじゃないですか。なんかすごいやる、面白っ。と、寝起きみたいなさ顔してなでこ上げたら前髪出てんのも面白。おいしょ、で目にも塗ってきます。なんかちょっと前髪が上がり気味なんですよね。リンカのショールーム見てて、ショールームするって言ってたから、そう、リンカのところに今日ちょうどね、リンカのショールーム見に行ったら、メイク配信しようって唐突に思って、また剥がしてみよう、唐突に思っちゃって、あ、片付いた、やった。こんな短時間でつくんだ。寝すぎたのかな、でも土日だからって言って9時間も寝ちゃったからか、やらかしい。こっちのね、二重は結構あんま揺るがないんですけど、こっち右はすぐもう型っていうか、二重幅がもうごっちゃごちゃ、もう毎日変わるみたいな感じ。 OKOK。 アイプチ大事よね。でもアイプチ人生で今日5回目くらいだからつけんのに苦戦しちゃって、
もう粘着力なくなるくらいこんな貼り直したから本当に慣れてなさすぎて危な。なんか目に違和感あるんですよね。ほら赤み収まったでしょなんかさめっちゃ暑いんですけど、なんでだろう、喋りすぎやっぱり。なんかえ、なんでだろう。こんにちはすいません、メイクしながらで、時間メイクの時間配信しながらやろうと思って。はんちゃんよくねショールーム見に来てくれるんですよ。この前も見に来て結構いいところ14位とかだった。すごい面白い。乾燥しすぎてもうひび割れる。コメントも見つけたら読むので書いてくださいリンカのショール見に行った時、なんか2分の1くらいはなんかユーナのコメントは2分の1はオーバー、3分の1くらいがもう最後らへんユーナのコメントらへんで、なんか本当にごめんなさいみたいな。リンカファンの皆さん邪魔しました。普通に嫌だよねほぼユーナのコメントだって。意味わかんないこと、なんかでも認知されてなかったみたいで悲しいです。川島ユーナさん認知してませんって言われちゃって悲しい。なんか前髪の長さもなんか今日不調。里吉さん神ありがとうございます。ヤスマッチさん神ありがとうございます。 TES さんテスさん神ありがとうございます。モバイル会員の一押しに設定完了、やった、一押し認定されました。ユナムとリンカの会話を見て楽しんでました。あ、いたんですか。なんかねあんまリンカとかもほぼ口パクでなんか歌歌ってたしみたいなやっちゃってました。リンカでショールームした後皿洗い頑張るって言ってて、コンシーラーなんかめんどくさいし、いや、ちょっと赤いけどいいかなちょっといいかなってめんどくさくなって、よいしょじゃあ次アイシャドウしますこんにちは。筆があの専用、これにクリオの、あ、クリオじゃ、あ、クリオだったの、これピンクのやつ使ってるんですけど、あの筆ついてるんですよこれ専用の。だけどなんか細いから、しかもここに入ってるとここにも粉とかついて持つところとかに、だから100均の筆で塗ってます。そろそろ腹パン後でご飯行く予定は、あのもうほんと予定が合わなくて、みんな、しかもハンちゃんとか大分だからちょっと遠いしさ、そうそう、あんま予定が、全員予定合う日なくて、だから2人とか3人とか4人なら合うけど1人が合わないとかあるんですよね。だからなかなかって感じ。早く、本当に早くみんなで食べに行きたい。なんかもう何でもなんか元の方が目赤かった気がするってくらいなんだけど。OK でこの大粒のラメを塗ってきます。これは手で塗るんですよ。なんかリンカがこの真ん中に大粒のラメを塗ってって、あ、可愛いって思ったから真似してます。最近ほらキラキラねえ、もういっぱいさ、メイク下手すぎて粉いっぱい落ちちゃうんだけど、さすが大型。もうなんでこんなさ不器用なんだろうね。ちゃんと、ね、意識すれば多分綺麗になるんだと思うんですけど、こぼさずにね、ダメなんだよねこれが。ティッシュ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 、よいしょ。これ見て、香水買ってもらいました。ずっとさショールームで香水欲しいって言ってたじゃん。
ってもらった。自分のいっぱいなんかドンキに買いに行って、ドンキでいろいろなんかふんふんってクンクンってによって、あ、これが一番好きってなって。キャナルのピザ食べ放題、あ、知ってる、行ったことあります、人生で3回ぐらい。美味しいよね、あそこ。本当なんかデザートピザみたいなやつもあるんですよ、バナナチョコピザみたいな。あそこ美味しいんで、行ったことない人行ってみてください。本当美味しい。どんな香り、え、なんか柑橘系とかじゃなくて普通に甘い、めっちゃ甘い香り。柑橘系も今度買ってみたい。金木犀とか、金木犀って柑橘系っていう、あ、違うか、絶対違うね。え、分かんない、もう分かんなくなって、もうなんか何で喋ってんだろう、言うなって、もう思いついたことすぐ口に出しちゃうから、なんか脳で考えて発言しないんですよ。ノーズシャドウ上手くない？ほら、こっち右やって左やってない。ノーズシャドウは結構上手いって自負してます。フローラルって何？え、なんか花系ってことか。ちょっと濃いんで、こうやって、僕待って、濃いすぎた。フローラル、え、どうなんだろう。え、でもなんか花とかにありそうな匂い。え、どうなんだろう、なんか、え、ちょっと難しい。これ何のやつだっけ、分かんない、もう無理。そう、リンカのショールームで壇上に上がってました。あの、星投げで無課金で行きました星投げで行きました。星投げ2周くらいやったら行けたから、配信ちょこちょこ抜け出して、あの、星を集めに行って行きました。間違えた、鼻赤くなってきたんだけど、こすっただけでさ鼻赤くなるのやばくないみたいな。普通に肌敏感すぎて、だからあんまり下地までやることないんですよ、ショールームとかも。初期はやってたけど、ちょっと今はリップだけで済ましててまたちょっとね、ちゃんとしないといけないけど、ちょっと待ってあんちゃん、ほんと面白い。こんにちは。今のうちにリップクリームのとこ、口めっちゃ縦じわできちゃっててやばーみたいな。ハンチ今どこいる？え、11人いんだけど、面白、さすがですわ、伊原さん。ここに白いの見えるんですけど、鏡なんで気にしないでください。え、結構血色悪くない？冬の方が血色いいかも。トモモ、アットマーク、イナナグンナさん、神ありがとうございます。マトンさん、神ありがとうございます。クロちゃん、アットマーク、黒田さん、ピカピカ何かわかんない、ピカピカありがとうございます。あ、あとクマちゃんのなんかピカピカとラブありがとうございます。お寿司さん、神ありがとうございます。イナナ元気、イナナ元気。でもなんか最近また別に風邪ってわけじゃないんだけど、謎に咳が出ちゃって、インフルとかもそろそろなりそうで怖い。毎年ほんと3月とか2月らへんになっちゃってて、やばいね、なんでだろうみたいな。そんな毎年ならなくていいんだけど、なっちゃう。あ、血色が、ゆうなに血色が。ちょっとこれはセザンヌの使ってます。お母さんのを盗んだ記憶がありますね本当にメイクしてみたいなと思って、小3、いや、もっと後ろ、小5とかでちょっとメイクに関心を持ち始めた時にお母さんのを盗んで勝手に、それ多分ママにも話したんですけど、最近なんか盗んだやつを未だに使ってますねバレなかったんだよね。でも使ってなかったのかな。ママの方がさ、お化粧道具いっぱい持ってるから取らなかったです。あ、これ忘れてた。納豆食べるの、納豆好きですけど、あんま最近食べてないな。学校で出る、学校の給食で出る納豆めちゃくちゃ美味しいんですよ。
みんなも食べてみてください。食べれないと思うけど、本当になんか美味しいの、学校で出る納豆が。ハンちゃんとピンさん、かわいい、ありがとうございます。なんかさ、腫れぼったく見えるんだよね、目が。なんで？鏡で見たら別に変じゃないんだけど、裸こう外そうかな、ちょっと。待って、動かす。うわ、治安が、治安終わってる。明るさをもうちょっと上げる。おお、なんか白くなった、明るさ上げたら。え、ほんとやだ、肩が汚い。ちゃんとほっぺ並みにあれしよう、パックとか。化粧水サボっちゃうから、いつも。昨日もしてない気がするんだけど、ほんとやだ。今日はちょっとアイラインは下手なので、こんな公の場で下手な姿を見せるわけにはいかないので、アイラインは抜きます。なにこれ、マスク、ビューラーは新生堂のやつです。意外とお安いので皆さん買ってください。本当にこれは推し、もうこれ一番上がる。本当にココッペとかもうギュインって上がってるじゃん。これココッペもこれ使ってる。ユーナがこれ使ってココッペに貸して、ココッペうわすごいみたいなので布教しました。私のおかげです、ココッペのまつげがあんなに上がってるの。ココッペファンの皆さんは感謝してください。あ、ココッペファンの方かな、のりっぺさん、感謝してください。めっちゃ感謝せがむやつみたい。せがんでるけど、これ見て、まつ見えないか。めっちゃまつげ見えてるとか言おうとしたけど、ほら。でもなんか目頭っていうのかな、目頭にまつげ、目頭だけまつげ短すぎて、こっちがないんですよ。目頭どっちもないわ。それずっと思ってて、あげるものがなかったらあげれないじゃんっていう。ほら、毛抜けそうだけど、ここがゴム製なんで大丈夫です。ちょっと待って、危ない危ない危ない、めっちゃ LINE 来てた。すごい、やばいやばい、声出しちゃう、すごいって言って。マツイクはしてないですね。マツイク、え、でもなんか多分続かないと思う。なんかあれでしょ、マツイクってなんか液塗ったりっていうやつかな、分かんないけど。それともなんか病院でってこと。え、でもマツパはしてみたいなって思うんですけど、校則厳しいので、うちの学校が。絶対バレるから絶対バレるからできないみたいな。あ、美容液ね、絶対続かないわ。三日坊主とか美容のために努力しろって思うよね。いうのも思った。なんか上がんない今日。いや、これで、あの、あった、いうのが大好きな相棒キャンメイクの、透明なんですけど、これ透明で、これリンカにおすすめしてもらって、透明なんですけど、まつげの、下がらないみたいな液です。これをあのマスカラの前に塗っとくといいよみたいなやつ。これさ、塗れるんだったらさ、美容液塗れよみたいな感じじゃない。まあ大人になってやれば間に合うよね感じ。ほんとキャンメイクのいい、透明だし、おすすめ。ほんとこれ触んないよ。あのステージとか出てる時とかは、ほんとに汗やばくて目ダラダラ入ってくんので、あのもうほんと水とかやばいのに、それでも落ちないから、ほんとすごい、さすがキャンメイクって感じ。キャンメイク東京
大好きです。ほら上がった。もう左はどんな上げ方しても綺麗に上がるんですよ。こっちも知らないみたいな。キラキラ見た。でケイトなんかすっごい汚れてるんですけど、ケイトちょっと綺麗に綺麗に700人見てるから綺麗にして。危ない、多分バレてないかな、さっきので。めっちゃ汚いんだけど、なんで、もっと OK、 綺麗になりました。ケイトほらキラキラしてますよね。ケイトのケイトです。ケイトの塗ってきます。マスカラか、マスカラが出てこなかった。でその固めた、あ待って、固めたやつ乾かそうか。まあいいや、時間ないしあるけど、時間はあるけど、いっぱいやっとく。美人になりそうな気がする。ありがとうございます、嬉しい。でも可愛いよりは美人系ってこの前アンケートで言われました撮ったんですよ、これのショールームの機能で。なんか1、2番みたいな投票できるやつあるから、1番が美人で2番が可愛いで、どっちか投票してくださいと思って。ゴリラとかいう選択ないんで、もう美人か可愛いだけ。え、すごい、もうケイト大好き、ケイトアイラブ。前髪が邪魔で頭振ってこうやって揺らしてる頭振ってずらしてるか、ほんと最高。見て、あんまだ。だからプロ、リンカとかココッペみたいなプロの人たちになってくると、ピンセットでこうやって束感、こうやって掴んで束感出すんですけど、ほんと引き抜きそうで怖いし、一回やってみたんだけど全然できないからやめた。アイライナーどうしようかな、配信終わってやろう配信終わってやろうって。今リップクリーム塗ってます。あ、まだ乾いてないから乾かしてリッパー塗ります。完成。ほら上がってるくない。でもまつげがさ短いのかな、わかんないけど、まあいいや、こういう感じです。あ、でも二重いつもとかしないんですけど、二重のこれ作るにはセザンヌ、セザンヌの各二重ライナーやつがおすすめ。これみんな使ってる6期生とか。これもう失敗するから嫌なんだよね。やります。ここだからちょっとニコってなんかアイス笑いみたいな、目だけ笑って、なんか 笑うんならこうだけど、こうグーってなんか目を細める感じで、二重は、あ、ちょ、涙袋出てきたとこにこうグーって線を引くんですよ。そこをぼかしたら変わんない、右と左あれ変わった変わんない。あ、影これ濃くなっちゃった。はい、自分メイクうまくできるよって人はやってみてください。しかも安いしいいから、セザンヌとキャンメイクは大好きです。でも下地とかはちゃんとしようと思って、下地とかリップとかは、リップとかなんかいろんなやつ買ってみたい。もう髪型を出かけするときどんな髪型にしようかまだ悩んでるから、これね、髪の毛こうやってマスカラ型のこういうやつなんだけど、これでまとめよう、ちょっと今アホがやばくてまとめようと思ったけど、どうしよう、もう髪ガチってなるから髪こうやって溶かせなくなっちゃうのよ。まだいいか、ちょっとアホ毛はほっといてくださいっていう。さときちさん、ハートありがとうございます。ちょっと待ってね、
まつげすっごい上がってる。自分なりにしては上がってますね、ちゃんと。アホ毛隠しは、アホ毛隠しは、隠しは自分もつけて。でもね、これほんといい。もうみんなアンドハニーとか使ってるけど、なんでもいいと思う、正直。アホ毛隠しは持っといた方が得っていうか、いいと思います。よいしょ、いろいろ直そう。ちゃんと整理整頓しないと、みんなにさすがマイナスに慣れたって言われるから。女子力嫌なんで、あ、ちょっと香水つけてきてるな。なんかほんのり色ついてるんだけど、ほらわかる、ちょっと黄色くない？ほらわかる、ちょっと黄色いんで見せかちょっと黄色いんですよ。え、何、なんか白のやつ、これわかるかな、ほらちょっと黄色いんですよ。黄色いのかピンクなのかわかんないけど、これが一番良かった。しかも香水ってあれじゃないですか、時間でどんどん匂い変わってくるからいいですよね。でも最初の匂いが結構残ってたから、この匂いなって思って、だからなんかその香水選ぶ時にも30個くらい、もうなんかいろんな花やったから、最後らへん鼻おかしくなって、これが最後らへんに試したやつなんですよ。最初のやつ全然覚えてなくて、どれがどれだか、まあこれでいいかなって思って、最後らへんに言った中で一番お気に入りでしたっていう感じ。なんかいろんなところにすりつけとこう、髪とかもやっちゃう、こうやってめっちゃほらいい匂いだよ、みんなに届け。ひよさん髪ありがとうございます。髪が届け、この匂い。え、何だったっけこれ、コーチ、え、わかんない、覚えてない。ちょっと誰か特定できたらぜひなんかすごい LINE 来るんだけど、びっくり。メイクユーナー、そう、キャンメイクユーナー、もうてるてるこれ使ってるんですけど、ここに本当は文字あるんですよ、ほらちょっとここに白い残ってるでしょ、もう取れちゃったの全部。そんな長く使ってないんですけど、ほらてるてる、もう取れた本当あるはずなんですよ、てるてるってここに英語で書いてあるはずなんだけど、めっちゃ泣いてるサラちゃんが。アホ毛気になるわ。